ネバダについて、今回の車はこれです。一応今レンタカーを借りて今から向かいます。で、大会自体はオフィシャルの宿が2日後に入れるので、バンモスレイクに向かいたいと思います。で、その動画も出していきますんで、とりあえずお腹空いたからなんか飯でもちょっとなんか食べよっか。はい、よし、じゃあちょっとご飯に行きます。全然飯屋が見当たらないじゃん。もうかれこれ1時間ぐらい探してるけど何もないじゃん。神田エクスプレスに行きましょう。6年、7年ぶりぐらいに来ましたね。昔レイクタホーカリフォルニアで練習したんですけど、レイクタホーに行く前にリノに1回寄ったことがあって、リノアーチ、今日はモーテルに1日泊まって、明日の朝にマンモスに移動したいと思います。で、会場入りですね。今日は疲れました。疲れました。ではおやすみなさい。はい、おはようございます。独房みたいなモーテルを抜け出して腹ごしらえ、あとは水と飲み物買います。ここはエナジードリンクのコーナーで、俺は結構、まあ、エナジードリンクじゃないけどこのアリゾナティーっていうのはすごい好き、美味しい。実はこっちはなんかあのスターバックスのエナジードリンクがあったりとか、これ美味しいですね。アンプ本当にいろいろある。これは昔あの WSI かなスポンサーしてたやつ、あとモンスターの、まあ、日本にはない限定のものいっぱいありますね。あとレッドブルも、まあ、日本にはないやつがいっぱいあります。まずはマンモスの途中の町、サウスレイクタホに向かいます。サウスレイクタホに行くのは初めてではなくて、7年前に1ヶ月間住んでたことがありました。その時は前にハンドドラッグのハウツーでも出てきたノリの実家がサウスレイクタホにあったので、彼の家にお世話になってました。毎日サイモン君とノリと一緒にシエラ・アトタホっていうスキー場に滑りに行って、滑り終わった後はタコベルを食べに行ったりしてました。いや、まあこの景色見るとまた一緒に2人とここに来たいなって思っちゃいますね。ちなみにこの後は寄り道をしてノーススタースキー場にちょっとだけ滑りに行ってきました。また別の動画でトップトゥーボトムを撮ってきたので、これは別の動画でアップしたいと思います。やば、絶対嘘です。やば、すげえ、よく行ったね。やべえ。おお、行きました。おお、危ねえ。うまいね、石渡り。ありがとうございます。履歴書書ける。ブラックウッドクリーク、今から崖に登ってみます。おお、あっちじゃない、やばいの。いざそれじゃ危ないですよ。100メートルぐらいあります。めっちゃ気持ちいい。やばいなぁ。マジ怖え。いや、俺は無理だわ。フォーカス。はい、OK、マンモスレイクに到着しました。宿に向かって、とりあえずチェックインをしたいと思います。チェックインアップ。マンモスイン、今回の会場に着きました。アサキさん、どうも。そしてデーン、ヤオト。マ
山本はい、おめでとう。ありがとう。さすがだよ。緊張した。歴史を作ったよ。いいランだったよ。今回もぶちかましてください。歴史を作ってくれ。佐々木さんはハウツーの方でも協力してくれてて、はい、はい、出てきてくれてるんでね。またぜひ。はい。でも本当にね、この2人はすごいですよ。俺がスロープスタイルやってた時はもうどんなに頑張っても努力してもいけなかったところにこう今のこの2人たちはポッていってるんで、本当にすごい、レベルは変わったなって思います。本当に今から大会の登録レジストレーションに行きたいと思います。Thank you. What is this? It's a hammock. Hammock? Yeah. Cool. Okay, レジスト終わりました。ビルと、あと今回はなんか大会のノベルティで。ハンモック。ハンモック。いらねえ。まあ家で吊るしたいと思いますよ、ハンモックを。で、今回のマンモス、僕は6年前はスロープで来てて、その時も結構風が強くて、延期延期みたいな感じでしたね。今回は風が強くないといいけど、天気予報的には最悪。ケチでしょ。ディナーディナー。このアスリートパスでサラダとピザ2枚かこの肉を選べて、あと自由に飲み物とかスープとかを取って、いただきましょう。マンモスレイクの宿にチェックインしました。はい、爆睡です。結構道のりはちょっと長かったんだけど、まあ、いろんなちょっと寄り道してね、移動日なんで、明日からコートレが始まります。で、天気がもしかしたら本当に悪くなるかもしれない。で、そうなるとまあ日程が変更になる。明日とりあえずパイプがまだ作業中なんですけど、どうなることやら。まあ、明日滑って様子を見たいと思います。 OK、 今日はこれで寝ましょう。おやすみなさい。